火災通報装置は病院や介護施設などに法令で設置が義務付けられているものです。火災が発生した場合、装置の通報ボタンを押すと119番へ通報され、あらかじめ登録された設置場所の情報が消防機関へ届きます。火事を伝えるメッセージが流れた後、消防機関からの折り返しが来ると、専用の電話機で消防機関と会話ができます。一方、一部の火災通報装置では119番への通報後に消防機関からの折り返し連絡を専用電話機で正常に受けられなくなる場合があることが分かりました。この事象は、火災通報装置を設置している地域の消防機関が119番通報を受け付けする電話回線をガリ回線へ切り替えた後、または2024年1月に予定している NTT 東日本、NTT 西日本の固定電話の IP 網移行後に、次の3つの条件が重なった場合に発生します。1つ目は、 NTT の固定電話回線に火災通報装置を接続していること。2つ目は、通報装置を接続している固定電話回線にナンバーディスプレイ、ダイヤルインサービスのいずれか、または両方を契約していること。3つ目は、火災通報装置が特定の型式に該当していること。この3つの条件すべてに該当する場合、消防機関からの折り返しの連絡を専用電話機で正常に受けられなくなる場合があります。なお、火災通報装置のナンバーディスプレイ、ダイヤルインサービスへの対応状況については、総務省消防庁のホームページから火災通報装置メーカーなどのホームページへアクセスして確認できます。点検以外で火災通報装置を作動させることは難しいので、実際にどのような事象が発生するのか動画でご説明します。まずは、119番通報後に消防機関と正常に会話ができるケースをご説明します。火災通報装置の通報ボタンを押します。119番へ通報されると、消防機関へメッセージを送ります。火事です、火事です。新宿98号、新宿区西新宿3丁目 NTT ビル、逆進してください。次に、消防機関から折り返しがあると、火災通報装置の専用電話機が鳴ります。受話器を取ると、消防機関と会話ができます。次に、消防機関からの折り返しが来ても、会話ができないケースをご説明します。火災通報装置の通報ボタンを押します。119番での消防機関への通報自体は問題なく行われます。火事です、火事です。新宿98号、新宿区。次に、消防機関から折り返しがあると、火災通報装置の専用電話機が鳴ります。先ほどの正常動作の時と同じようですが、3つの条件に当てはまっている場合、すぐに受話器を取ると信号音が流れ、消防機関と会話ができません。なお、この会話ができないケースの専用電話機の鳴り方は、装置によって異なることがあります。この事象の対応方法は3つあります。いずれかを対応いただくことで正常動作になります。1つ目、ナンバーディスプレイ、ダイヤルインサービスを解約する。2つ目、火災通報装置をナンバーディスプレイやダイヤルインサービスの契約がない別の加入電話回線へ付け替える。3つ目、火災通報装置をナンバーディスプレイやダイヤルインサービスに対応した機種に変える。この事象の対応方法につきましては、お問い合わせセンターまでご連絡をお願いします。
フリーダイヤルは0120-688-130、午前9時から午後5時まで受付しております。